いやすいません、また接続が切れました。なんかすごいですね今日接続切れが。まあ続けていきましょう。鬼には下げつさいが叫んでおりますが、バルモリ伊達攻めの途中ですね。佐竹が丸森伊達領に進行して、その直後に私が丸森伊達領に兵を送ったというところからです。で新しく武将が2人入りました。どこだったかな、誰だったかな、なんか結構強い武将が入ったんですよ。あれ見れない。誰だったかな、待ってくださいね。本庄重長だったかな。あ、これですね、この方、本庄重長というかなり強い武将が仲間になりました。統率88、武勇94で、外政内政は微妙ですけど、とにかく統率武勇知略が高いので戦うのが得意な武将ですね。いや、ありがたいですね。もう戸沢家は戦弱いから、戦が弱いのと軍勢の行軍速度が異常に遅いから。手を貸してやろう。さあ南部も参戦しました。これでもう丸森伊達は限界を迎えると思います。というわけで丸森伊達攻めを始めましょう。交渉してみます。行為と交渉ですね。長尾かな。手を貸してやろう。病には勝てな始まったぞ、東北の短命武将たち。さあここからは毎月のように誰か武将が死んでいくでしょう。ご命令を。いやーきついんだよねこれ。これゲーム序盤はめちゃくちゃきついんですよね。自分の国がでかくなれば毎月誰か死んでもまあいっかってなるんですけど、武将が少ないゲーム序盤でポンポン死なれると非常に困るんですよね。さあ交渉していきましょう。どうでしょうか。あ、全面解除いけますね。全面解放、よーし、やったー来た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 。あー、でどうしようかな。で南部、どうせ南部と戦争することになると思いますから、もう丸森城を奪ってしまおう。で南部の行き場を失わせて、これ以上の領土拡大を阻止しましょう。よーし、いよいよ南部との戦争が始まるな。これ遅れを取るな。まず丸森城奪います。うわ勝った。まあ水攻めですかね。丸森城水攻めでいきます。二本松城なんとか。あら、病がはびこっている。ご命令を。で、二本松城取られたくないので別動隊を出したいと思います。本庄重長か。どうしよう、片倉来た本庄重長、兵糧消費がねちょっと凄まじいので、3000人ぐらいいれば落ちるかな。3600人でいきましょう。先陣を切らせてもらう。で本庄重長で二本松城を奪います。で丸森伊達滅亡させましょう。その次はどうしようかな。まあ、佐竹攻めしながら南部が裏切ったら南部を潰すっていう感じになるかなと思います。まあ、長尾とは同盟組みたいですね。長尾と同盟を組みます。で来たるべき南部戦と佐竹戦に向かって、外交関係を作っていきましょう。まあ、北条とはもう同盟組んでますがっちりと。武田とはとりあえず仲良くだけしておいて、同盟はちょっとまだ考えましょう。ちょっと考え中です。きます。
使いの者が来たようです。丸森伊達より交渉、講話、いいですね。滅びてください。さあ丸森城、多分丸森伊達っていうぐらいですから、丸森城が本拠なんでしょうね。報告いたします。ご命令を。ご命令を。ご命令はそうだな、特にないかな。まあ命令するとしたら丸森伊達を滅ぼしてくれというぐらいかな。戦力不足、あら、包囲交渉でいきましょう。さあ長尾と同盟組むことができました。そしたら城主交渉を行ってみたいと思います。講和解除しかしないんじゃないの。全面解放全面解放しちゃったよこの人。ちょっとこれで丸森伊達は滅んだな。あー、これによって丸森伊達の武将を手に入れることができますね。これはでかいな。え佐竹、佐竹と戦う、迷わしいなまあ同盟関係ですからね。南部助けたくはないな。でもこれ以上南部でかくなってほしくないんですよね。これ迷うな。どうしようかな。でも絶対南部はいつか敵対するからね。まあ南部と佐竹で、佐竹領の切り取り合戦するのも悪くはないかな。悪くはないですね。まあ兵糧ないですから南部にやらせておくか。手を貸してやろう。手を貸してやろう。この戦、よし、我らの勝ちぞ。やりました。丸森伊達1551年4月、ここに丸森伊達が滅亡しました。わーお、すごい。伊達春宗入った。よしよしよし。これでじゃあ伊達照宗も入るから、将来的には伊達政宗も手に入りますね。これはでかいな。いや伊達家系の武将は強いからね。すごいねこの人。武勇74、統率94、内政外政がすごいね。100超えですね。報告いたします。先月の収支です。ちょっと待ってください。ご命令を。そしたら戦後処理をしていきましょうか。歩兵をして。かしこまりました。あら、丸森伊達領は人口が少ないな。かしこまりました。あんまり強くないですね。あら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 、ちょっと丸森伊達領は荒れ果ててるな。全然奪い取っても戦力にならないな。どちらかというと武将がいいのかな。それでは城主を、その前に忠誠度を上げていきましょう。伊達春宗は欲しいよね。悪いな。とりあえず赤い人たちオレンジでしよう。悪いな。で青くなる人には全員感情を送って、すまねえな。よし。で、あと優秀な武将が欲しいな。この人もやっぱり強いですね。やっぱりこの伊達コンビは欲しいかな。この二人は悪いな。ちょっと優先的に感情を配って仲間にしましょう。かたじけない。よし、いいよ。悪いな。なかなか頑固だねこの人。悪いな。あとは
誰がいいかな。この人かな。悪いな、はい、あら、なかなかこの人青くならない。悪いな、悪いな。よし、これでとりあえず忠誠度は上がったかな。まあ、丸盛り立ての人間をかなり取り込めたかなと思います。いいぞ、だいぶでかくなったな戸沢家で。本庄重長は欲しいよね。でもどちらかというと主戦場こっちになるからな。ここかな、ここに本庄重長を、あら片倉来た。本庄重長を入れましょう。この人強いからね。あとは伊達は、伊達、伊達どこ行った。あれ伊達がいない。あ、いた。あ、武勇は大したことないのか。この子は、このおじちゃんは、そっか、武勇は大したことないんだね。統率と外政内政か、人望があるわけね。なのであれば城主にする必要はないかな。伊達春宗どこに入れようかな。兵士いっぱいいるところに入れたいんだよな。ここに置こうか。なんか上杉国境に伊達春宗を置いたらトラブルを起こしそうなんだよな。かしこまりました。この旧伊達領は荒れ果ててるので、なんかあんまり大して重要じゃない人。かしこまりました。丸森城入れてあげればよかったね。はい、これからの主戦場はおそらくこっちですね。ここら辺、宮城県が主戦場になると思われます。宮城南部のこの佐竹とやり合うことになりますね。でもしくは南部とやり合うことになります。宮城県はこれから地獄になりますね。あとは山形県のこの内陸部がどうなるかかな。このゲームに奥羽山脈っていう概念はないのかね。ここ奥羽山脈あるから、そう簡単にここ行き来できるものではないと思うんですけど、まあいいや。とりあえずそんな感じですかね。宮城県の北側を支配していた丸森伊達が滅びた感じですかね。まあでもリフとかは全部南部家が抑えてますね。あ、松島とかここにあるんですね。ちゃんと再現されてるんだね。この時代から松島は観光名所なんだね。松島港。これは石巻。あー、石巻か。ここが石巻。へえ。ということはもうここから岩手か。あー、なるほど。じゃあこの、じゃあ宮城県のあの県庁の仙台はどこにあるの。仙台、この辺、この辺か。どこなんだろうね、仙台って。大田原城。待てよ、だって、石巻はここでしょ、岐阜がここ、この時代なんていう名前だったんでしょうね。飯坂、神田銀山。これ、この温泉は何これ、鎌崎温泉。米沢。あ、あった。この辺か。あー、仙台南蛮堂。あ、じゃあもうこの辺から福島県ということですか。
ああ、そうですね。へえ、じゃあ、丸森建てってこれ福島か。福島東部？なんか、伊達って宮城県のイメージがあるけどね。なんか、丸森って宮城じゃなかった？もうわかんないけど。まあいいや。とりあえず、これから宮城県近辺が地獄になりますね。南部 VS 戸沢 VS 佐竹です。で、ちょっとさすがにうちは戦争直後で疲れてるので、佐竹攻めは、ちょっと間を空けたいと思います。でもその間何もしないのもあれなので、調略仕掛けましょう。で、裏切り者を承知いたしま出さしせてた。みます。出るかどうかは分かりません。あ、上田長尾家がとうとう大元の長尾家に潰されました。これで長尾家は新潟を統一したことになりますね。さあ、始まりました。佐竹 VS 南部で、佐竹には森氏が 芦名がいるぞ、ちょっと。いや、南部家戦本当に強いですね。決戦に勝利しました。AI の南部家って AI 同士の戦いで戦は絶対負けないよね。相当強いんだろうね。親善の奏者として両家の交わりを深めさせていただけないでしょうか。佐竹家が戸沢に助け求めてきましたよ。どうしようかな。だって、どうせ私と仲良くなったって、南部に潰されるじゃん。ごめん。すまない。許してくれ。私はまだ南部に逆らいたくない。ご無体な仕打ちにございますな。しからばこれにて帰らせていただきます。お怒りになって帰りました。報告いたします。ご命令を。最後の命綱が切れたって感じだよね。南部海岸沿い絶対行くからな。私内陸沿いの佐竹領を全部奪おうかな。山の内上杉めっちゃちっちゃくなってない？あ、ちょっと待って、武田に 山の内上杉がいつの間にか滅亡しかけてるんだけど、ちょっと待て、武田と外交しておいた方がいいな。あ、してるんだったっけ、もう。あー、大丈夫だな。武田と同盟組も。山の内上杉がいつの間にか滅亡しかけている。武田と同盟組みます。これ長尾と武田でに対して同盟組んで、北条とも同盟組んでますから、まあこれで強力な国はしばらく抑えれますね。その間にまずは残りカスみたいな佐竹と、山の内上杉を処理してしまいましょう。まずは佐竹だね。南部家が相馬中村城を落としましたね。まあ小高城も行くでしょうね。あ、小高城か。三春城は渡せないね。三春城を南部に渡すわけにはいかない。そろそろ動かないといけないかな。よし、ちょっと南部の援軍使えるかやってみよう。佐竹に、宣戦布告します。敗戦。容赦はせぬぞ。北条は、天貸してやろう。北条も我々の味方ですね。さあ、佐竹包囲網が完成しました。1？ なんかめちゃくちゃ兵数少なくないか。これ。佐竹終わったな。1人しかいないぞ、ここ。いや、この内陸部の城全部もらっていきましょう。で、今回は兵糧を特に、節約しないで、もうがっつりと兵連れていきたいと思います。借りた狼藉を使っていきましょう。1万人出てくるよ。どこから出てくるの、そんなに。
どっかで援軍か。がっつりとつけ連れて、あーでも兵糧消費きついな。どうしようかな、迷うな。南部家が軍勢を引き上げるかどうかだよね。ちょっともうちょっと様子見てみますか。ちょっと思ったよりも佐竹兵を持ってますね。あ、南部家が動いた。南部が動いたのであれば私も動きます。で、兵糧を持ったよりも持たなそうなので、兵数は1万5000人でいきましょう。いけ。進め。で、基本的には戦闘を避ける方向性でいきましょう。まあ、戦いになりそうになったらもうすぐ下がって、もう南部にやらせる感じですね。で、南部と戦って相手が疲弊した瞬間に切り込むという感じでいきましょう。南部家との足並みを揃えながらやっていきます。全く信頼はしてないですけど。で、借りた牢石使っていきましょうかね。この志必ずや果たしてみせようぞ。闇取引も使っていきましょう。この志必ずや果たしてみせようぞ。いきます。一応目標としては内陸部のこの4つ全部奪う予定です。で、北条武田とは同盟を組んでるので、ここを奪っても特に問題はないかなと思いますね。外交はかっちりと固めてます。で、山の内上杉も、多分滅ぶと思うんですよね。これこっちの山の内上杉家の城が奪われたらここを潰します。で、完全に制圧してしまいましょう。さあ、丸森じゃない、佐竹が南部の大将に行ってますね。小高城の救助に行ってます。で、これで、おそらくこの佐竹の軍は全部全滅すると思うので、そのタイミングで切り込んで4つ全部奪いましょう。いきます。報告いたします。一応取引を行いましょう。闇取引で兵糧を買っていきます。さあ、ここのタイミングが大事になってきますね。ここでちょっと待ちます。さあ、武田との同盟成立ですね。無事に成立です。佐竹義明、あ、軍が2つ出てきたな。一部隊はこちらに残しましたけど、さあ、佐竹から裏切り者が出ましたよ。これは終わったな。勝負ありですね。この人お金で雇えないの？ほんま高さだ。なんかもう顔がいかにも裏切りそうな顔してるもんな。申し訳ないけど、もうなんか顔からして忠誠度わかるよね、これね。なんか私の仲間になってもすぐ裏切りそうな気がする。城主確約と家宝2つしかないですよ。お金では雇われないと。これ家宝与えるって言って与えなかったらどうなるんだろうね。城主確約？城主になるほどの器量がお主にあるのか？うち、城主にするかどうかは実力主義だからね。どうしようかな。あ、金銭ないからか、金で雇えないの。そうか。いや、でもなんか顔が信用できないからいいや。いらない。なんか私の仲間になっても2ヶ月後には裏切ってそうな気がする。なんか顔が、人相が悪い。参るぞ。戻ってくる。おお、もうちょっと待つか。
オッケーオッケーオッケー。これで南部の方に行ったので、まだ戻ってくるの？戦うまで待った方がいいな。南部とあの佐竹義明の主力が戦うまで、ちょっと待ちます。来た、戦になりました。はい、南部家が勝利無敵の南部。そしたら私も前進します。進め、行きましょう。三春城を奪ってしまいます。あれ、兵数少ない割にはしぶといな。強行でいきます。ここはもう時間勝負ですから。報告いたします。ご命令を。さあ、海岸沿いを南部が掃討してますね。我々は内陸を進行します。我が妻、やはり天下無二のものですね自分で言うセリフか、それ。さあ、南部が海岸沿いを進んで、内陸部を我々戸沢が奪ってるところですね。報告いたします。ご命令を。多分今月で落ちると思います。行きましょう。え終わったな、佐竹が終わった。手を貸してやる。完全にもう包囲網、この弱ったところを狡猾に狙ってくるところね。戦を知らぬ者、猿がいる。猿がいる。お、イケメンだね。強そうだな。差し絵の割には弱いな。片付けない、片付けない。参るぞ。そしたらここも落とします。菅和城かな。進め。大田原城、小峰城、大田城、もうちょっと様子を見るか。いや、でも軍勢もう一部隊出しておきましょう。ここから切り取り合戦になるので、大田城、南部と戦うこと考えると大田城は奪いづらいな。井の平城かな、ここを奪おう。あー、でも南部が今奪ってるんだ。太田城、石塚城、府中城を奪ったところでな、北条と南部領で切断されてしまいそうなんだよな。連絡を、連絡路を遮断されるよな。難しいね。太田城、府中城、北条に任せるか。ここの3つは北条にあげてもいいな。ここだけは絶対欲しいですね。ここは欲しいな。ここにもう1軍勢派遣します。そんなに兵数はいらないですね。こんなもん。進め。行きましょう。大丈夫ですね。出てきたよ、なんか。乱世の終わり、この目で見たい。お、やったー。須賀川城陥落です。逃げ出したそうです。片付けない。よし、我々が切り取り合戦優位に立とうぜ。進め。どんどん進もう。いけ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 、前進。よし、乱世の終わり、この目で見たい。強行でいきます。報告いたします。そしたらもう佐竹はほぼ終わったので、次の戦いがすごい大事になってきますね。どこと戦うかがかなり難しい判断です。長尾を倒せば上杉謙信が手に入るんだよな。で、同時に能登半島への道が切り開けるんですよね。武田と戦うのは早計だと思います。武田領は狭いんですよ、戦場が。とにかくで、少数精鋭の武田、まあ少数ではないですけど、すごくね、武将が強いので少数精鋭になると不利なんですよね。
ちょっと戸沢の手には余るかなと思います。なんでやるとしたら南部か長尾か北条は無理だな。もう物量的に無理。多分兵糧負けする。うん、だから北条戦もだるいから嫌ですね。南部か長尾だな。南部か長尾、この二択になりますね。まあ、すごく迷うところですよね。武将の質として兵数を考えると長尾と戦ってもまあ悪くないかなと思います。まあ、長尾家の武将を手に入れることができればもう最高ですね。上杉謙信が来るので、すごい強いですからね。直江系も来ますからね。ただ、長尾家を攻略する上で長尾の家臣を手に入れられるという保証はないですね。武田とも仲悪そうなので、武田家に横取りされる可能性が、なきにしもあらず。あと、南部がその間におとなしくしてるとは思えないですしね。うん、当家との同盟を拒否していますってなってますからね。でも、長尾は、こっちとの同盟拒否は特にしてないんですよね。まあ長尾家は信用できるしね。上杉家はやっぱりね、義に厚いからね。義に厚い男だから、まあ裏切るってことはほぼないですからね。こちらから裏切らない限りって考えると、やっぱ南部ですかね。南部かな。うん、南部は全く信用できない。南部春政は1ミリも信用できないですね。なので、うん、南部かな。まあ、山の内上杉追い出してから南部でもいいですけど、まあ、上杉はこれ間違いなく滅ぶよね。南部ですかね、やっぱり。うん、対南部戦を考えていこうかなと思いますね。南部戦になるでしょう、間違いなく。ということで、南部との戦いに備えておきましょう。で、全部開発とか委任してたから、どうでしょうか。準検所とか大丈夫ですかね。南部と戦う上では、準検所の存在がすごい大事になってくるんですけど、やっぱり委任だから全然準検所ないな。でも勝てないよ、これ。まあいいや。行くぞ。行くぞ。出陣せよ。出陣せよ。行け。よし。いただくとしよう。奪いました。片付けない。今回はちょっと佐竹家の武将は手に入れられないかもしれないな。芦名、森氏いけるか。進め。北条より先についてくれれば我々が奪えるぞ。よし、やったー。北条より先に城に張り付くことができました。強行でいきます。南部家との同盟が期限切れ、山の内上杉との同盟も期限切れですね。ご命令を。これでまあ山の内上杉はもう時間の問題でしょう。黒川城と八王子城の2つですね。まあ、八王子城もし北条とか武田に潰されることがあれば、ここの黒川城を潰したいと思います。そうすれば山の内上杉が持っている武将が全て我々の仲間になるので、とりあえずここが潰れるまでは、ここは無視することにします。どういう状況だったっけ今。あれ、私たちの部隊どこ行った。あ、ここか。行きましょう。我が妻、やはり天下無二のものですね。佐竹義明めっちゃ頑張ってる。この状況で我が妻って言ってるけど、どう見てもあなた才能ないでしょ。もう滅亡しようとしてるのに。飽きないよ、始めましょう。報告いたします。ご命令を。いけ。
違う。借りた狼藉。この志。はい。必ずや果たしてみせようぞ。よし。あら。勝てばよい。それは戦よ。よーし、太田城に張り付きました。強行で行きます。あ、強行。包囲でいいか。包囲で行こう。包囲で、もしかしたら佐竹の武将が手に入れられるかもしれない。あ、これ我々が手に入れられるぞ、これ。よしよしよし。じゃあじっくりと攻めていこう。北条が落とすよりも後に落とすべきだ。じっくり時間をかけて落とそう。使いの者が来たようです。講和を締結。講和なんてこの状況で誰が誰が容認すんの。心中だったらまだわかるけどね。この状況をもってしてもまだ講和を望む。誰が応じんのこれ。どんなに優しい人でも応じないね。この程度で未熟なり。あ、アシナ森氏手に入るかもしれない。また。もがみでもお世話になったからね。よし。いいよ。あえてちょっと時間をかけて落としましょう。北条よりも後に城を落とせば、我々がすべて手に入れられる。戸沢、これなんて読むの？萌え、まさか。戸沢萌えかな。報告いたします。お家の役に立ちとうございます。首相な心掛けじゃ。あ、伊達おなみ。伊達おなみ来たぞ。また伊達おなみ来た。最上家についで伊達おなみ来ましたね。うちのアイドルが。北条そろそろ諦めて帰ってくんないかな。ついでに南部同盟は結んでくれんの私と。あ、一応やってくれるんだ。長尾家とは仲良くしよう。かしこまりました。長尾とは仲良くしておこう。何よりも私は上杉家が好きだからね。武田とも承知。仲良くしておきます。武田家の親善奏者に伊達春宗送り込んだけど大丈夫なのかな。仲悪そうですけど相性どうなの。相性めちゃくちゃいいな。武田信玄と伊達春宗はすごく相性がいいそうです。意外ですね。私この伊達春宗みたいなこの顔の人が親善奏者で来たらえってなるけどね。正直迎え入れるのも怖いな。なんかそのすぐ刀抜きそうだよねこの顔。覚悟とか。お覚悟、お命頂戴いたす。かしこまった。もう完全に私は南部戦に備えてます。さあどっちが先に落とすかな。先に落とした方が損するからねこれ。はい、北条が先に落としました。そしたら私は強行に切り替えます。これで佐竹家の武将55人が全て私の仲間になります。来たな、これこれは来たな。南部家と佐竹が輪を結び戦をやめた。今更ですよね。この城もらったぞ。うん。佐竹家は戸沢家によって滅ぼされました。よーし、わーお。さあ、佐竹の武将が全部我々のものになりました。足名森宇治、佐竹義明、結構強いんですね佐竹義明って。なんか差し絵はパッとしないけどね。差し絵的にはなんか60ぐらいのね能力値っぽいですけど、意外と統率98とか85とかありますね。あ、穴沢とか強いですね。あ、結構でも武勇に長けた将がいるな。
識別勝長って読むのかな、色別勝長ではないでしょ。結構強いですねこの人。柴田、ん、岡本善哲、上哲、上哲、わかんないな。なんだこの人。これ挿絵、酒飲みながら書いただろこれ。なんだこのなんかコメディアンみたいなの。あ、忘れてたみたいな顔をしてますけど、忘れられたら困ること忘れそうだなこの人。大丈夫なの。内政87、結構すごいですね。人望があるんだ。まあ確かに人は良さそうだけどね。これ明らかに何か忘れてる時の顔ですよねこれ。なんかね、この間言ったあれまだって言った時、忘れてる時の顔ですよねこれ。あ、忘れてました。まあ愛嬌あるね。あ、すごいいい顔してる。人相がいいですね。人が良さそう。あれ九戸正実なんでここにいんの。ちょっと南部の南部家の強力な武将がなぜか佐竹にいるぞ。引き抜かれたのか九戸正実。あ、この人強そう。挿絵の割には弱いな。あとは、あとは、あ、出た。これ絶対裏切るよね。意外と弱いし。ちょっとなんか城主とか、家宝要求した割には能力値大したことないな。という感じですね。でも55人はでかいですよ。さあ、ちょっと武将何人になったか見てみましょう。開始時は3人でしたけど。戸沢家いた。うお、戸沢家武将119人、拠点数18、兵数7万、かなりの家になったんじゃないですか。拠点数、あ、でも南部の方がちょっとやっぱり多いのか。兵数も南部の方が多いですね。やっぱり南部と戦になったら辛そうだな。国力的にまだ厳しそう。でももう南部しかいないからね。兵糧収入77,000、兵糧収入40,000か。継戦能力でも負けてるのか。まあ局地戦で勝利を重ねるしかないね。まあいいや、あ、国づくり頑張っていきましょう。しばらく戦はなさそうです。あのね、南部アルマサだからお前のことは信頼できないんだよ。わしが力になろう。よし、ありがとう。みんなが味方になってくる。敵が我が領内に向かっております。はい、というわけで南部家と戦になりました。相変わらずですね、南部はやっぱり全く信用できないですね。南部が戦を仕掛けてきました。すごいよね、新全土100とかで戦仕掛けてくるからね。もう戦後処理をする暇もないよ。特古城に向かって南部が軍を集結してます。ちょっと今私出払ってるからな。出払ってるから誰もいないんですよね。ちょっと特古城は籠城してもらうしかないかな。白ランク B でしょ。なんとか応援の到着まで耐えてもらうしかないですね。すごいよね、つい1週間ぐらい前まで一緒に佐竹攻めてたのにすぐ手のひらを返すからね。報告します。本当にこのゲームの南部は根性が悪い。根性が曲がってる。全く同情の余地なし。じゃあ奪い取った城をちょっと整えていきましょう。で、南部が戦を仕掛けてきました。どうしようかな。
まあ南部と戦うのであればもう兵だよね、兵が欲しい、とりあえず。かなりの数の兵が必要になると思います。承知しました。兵糧がきついからね。はい、長期戦は無理だな、まあ、定期的に講和しながら戦う感じになりますかね。はい、そっか、南部が敵になったから一気に金銭収入が悪化したわけか。通商協定がなくなったわけですもんね。それきついな。農兵メインで雇わざるを得なくなったな。ちょっと足軽の規模を縮小して、農兵を増やします。はい、かなり収入が落ちてしまいました、金銭収入が。今までは南部領で商売してましたから、ちょっとその影響ですね。武将がいないんだよな。イルス狙ってきたからな。きついね、きつい。九戸正座ね。あ、やっぱりこの二人は裏切りやすいんだ。どうしようかな。感情は11枚しかないんですよね。とりあえず青くなる人には配っておいた方が。ああ、そうか、そうなるのか。どうしようかな。九戸正実絶対あれ南部家に抜かれるよな。この二人すまねえな。どうだろう、すまねえな。オレンジにはできた。あとは全部配って、かたじけないことです。よし、で城主任命。さあ誰をどこに置こうかな。この拠点はあんまり強くないからね。正直あんまり強い人南側に置きたくないな。この辺とかでいいかな。まあ、北側を重点的に優秀な武将を置きたいと思います。承知いたしました。伊達オナン、承知しました。芦名森友司ここに入れるか。さああとはこの南部の攻撃部隊をなんとかしないといけませんね。やるか。いよいよ東北の雌雄を決する時が来たか。なんとか応援部隊の到着まで持ちこたえてほしいけどな。無理だろうな。山形城から部隊が出すぎてる。本庄重長30日かかるんだ。結構かかりますね。38,000人、すごい人数で来るね。城下で戦うと19,000ですか。
なんとかなるんじゃないかな。なんとかするしかないですよね。難しい戦いになるぞ。本庄重長は欲しいですよね。とりあえず兵数多い人を連れていきますか。兵糧消費がすごいんだよな。やっぱりあんまり部隊は出せないですね。迎撃が精一杯かな。2万7000人でどうでしょう。無理かな。無理だよな。3500きついな。兵糧消費がきつい。どうしようかな。厳しいですね。南部の方が兵糧の収入は多いですからね。戦いが長引くと進め非常に不利になるな。この心だし必ずや果たしてみせよ。闇取引でちょっとでも兵糧の消費を仰せの通り。あーなんてこった。偽物捕まされました。最悪。行きましょう。この志必ずや果たして。農兵精錬。農兵精錬持ってんのか。特攻場入場間に合わないか。間に合った。よし、なんとか籠城してくれそう。さあ何日持ちこたえられる。応援の到着まで持ちこたえてほしいんだよな。さあ特攻城どうでしょう。間に合うでしょうか。結構遠いんだよな。で移動速度遅いからね。え、このタイミングで。ちょっと待ってよ。籠城中に特攻城で誰か死んだんだけど。いや籠城中に死ぬのはやばいでしょ。ちょっとタイミングが悪すぎると思う。報告いたします。これきついな。お命令。きついぞ。いやちょっと待ってよ。漏水で陥落するんだけど。それはちょっとないな。いや落ちたね。あそこ落ちたな。やられたな。守ってた人が漏水した。戦闘中にいざ参る。東北武将の寿命の短さが露骨に出たな。奪われました。戦いの途中で漏水したせいでふざけんなよ。ちょっとそれはいくらなんでもないでしょう。泣けてくるんだけど。我が領内に敵が迫っております。来た。さあうちの本拠地に敵が来ましたね。いやこうなるとやっぱここがだるいよな。ここがだるいですよね。南側どうだろう。奪えないかな。兵糧的に厳しいよな。これ以上でも軍を動員するのは厳しい。迎撃が精一杯だね。我が領内に敵が迫っております。あー丸森城狙われてる。これきついな。丸森城やられるな。やられますね。きついな。きつい。しんどいな。どうしよう。法話は無理だよな。絶対してくれないと思うんだよね。やっぱり移動速度の差がきついな。遅いんですよね戸沢。どうしようかな。先に疲れるんだよね戦場に。待つとしようか。きつい。いざ参る。
勝つでも負けてるな。やっぱり準研所がないからなんだろうね。開発委任してたからな。対面も使えない。うわーきついですね。きついな、しんどいな。これ勝てる保証がないですよ。農兵精錬入ってるしね。これカリタローゼキとかだからね無理だよな、きつすぎるね。これはきつい。まあもう武将の質で勝ってることを祈るしかないですね。頼むよ。いやーかなりしんどい。この状況しんどいです。どうしようかな。落とし穴かな。きついぞ。でもこの戦もきついね。どうしようかな。3000人負けてるからね。まともにやり合ったら勝てないんですよ。これに勝ったところでなんだよな。南側がやられる。落とし穴かな。落とし穴行ってみますか。これで行ってみましょう。行くぜ。さあまともにやり合っては勝てないですね。人数が多いのでのろしもあるしね。向こうもどうしようかな。まあのろしやらせてかっこ撃破っていうのもまあ無理だよな。無理でしょうね。無理だろうな。覚悟せよ。ご命令くだされ。始めよ。命令してくれ。さあ行こうぜ。総大将狙い。部隊数差を生かして総大将狙い。敵の居所を掴みましたぞ。あーうずめび透けてくるパターンか。透けてきますね。ランク A きついな。うずめび透けてくるな。これ全員透けてくるな。効かないパターンですね。罠で兵数を減らすことはできない。これは総大将狙いしかないな。まともにやり合ったら勝てない。無理ですね。命令してくれ。でも足も速いね。この部隊足速いな。食い止める人が必要ですね。ご命令を始めるぞ。本庄重長みんな力を合わせよ。片倉北の強力な武将で人数負けしてますけど抑えてもらうしかないですね。その間に後ろに回り込ませて総大将を狙っていきます。しか多分勝ち目がないと思う。無理ですね。ゲチをお覚悟願います。さあ始めようか。覚悟せよ。多分罠も結構あると思うので行こうぜ。多分引っかかるかもね。総大将ここにはいない。ということはあれが総大将か。じゃあもう総大将めがけて全部隊を向かわせます。ご命令を。でものろしもおとりしてます。とりあえず本庄重長と片倉北隊にもう全てを託すしかないですね。彼らが正面のあの敵の主力部隊を抑えてる間に全部浸透させます。始めるぜ。敵の居所掴みましたぞ。いましたね。総大将。総大将を発見しました。もう全員総大将狙いで始めるぞ。後ろに回り込みます。始めるぜ。ゲッチ立ちのめせ。命令してくれ。さあ行こうぜ。行きましょう。浸透戦術でいきます。容赦はせぬぞ。かかれ。抑えられてる。始めるぞ。部隊数で勝ってるので
全て抑えることはできないはずです。もう出番か。始めるぜ。始めましょうか。始めましょう。他方向から一気に攻撃して相手が対処できないように。ご命令よ。やりたい。前へ。さあ行こうぜ。覚悟せよ。よし頼むぞ。お覚悟願います。総大将を仕留めてくれ。頼む。怒る。売られた喧嘩魚で買ってやるぜ。容赦をせぬぞ。多少壊滅してももう総大将を狙っていきましょう。それしかないです。始めるぞ。ゲッチ立ちのめせ。覚悟しておけ。ご命令を。始めましょうか。ゲッチ片倉北隊が多分壊滅しそうですね。前へ。まあでも壊滅したら下でもうしょうがないね。ゲッチよ、しょうがない。お覚悟願います。もう勝ち目がない戦だから多少無理は必要ですね。やりたい。前へ。覚悟せよ。やりたい。前へ。紙幣。このままでは片倉北隊が壊滅ですね。まさか。よし、やりました。総大将取った。よし、なんとか覆しました。いやーしんどいね。しんどい。こういう戦はしんどいですね。早かったな。この当たり前にやって勝てない戦やるのは本当しんどいですね。これでまずは一部隊は撃破しましたけど、特攻城奪還はかなり難しそうですね。多分もうその前に武将入れられると思うんですよ。AI 武将の移動速度早いですからね。どうだろう、いけるかな。特攻城奪い返せれば奪い返したい。どうでしょう。報告いたします。で武将をなんか漏水とかがあるので、ちょっと何人か入れておきましょう。武将の数が増えたのでちょっと各城に一人ではなくて何人か入れておいて漏水とか不意の不意のあのトラブルに備えておきます。謎のあのトラブルに絶妙なタイミングで漏水したよ、ね、しかし籠城中に漏水ってね、悲しすぎるでしょ。ちょっとどうなのそれは。びっくりしたんだけど、初めてだよ籠城して守ってる城主が籠城中に死ぬなんて初めて見たよあんなの。すごい確率ですよね。宝くじで4等ぐらい当たる確率なんじゃないの。各城に4人ぐらい入れておきましょうかね。これだけ入れておけばまあその城の4人が一斉に漏水するということはないでしょう。よっぽどのことがない限り、まあ、なくはないけどね。東北だとそのぐらいしょっちゅう死にますから、ね、
特攻城奪還はちょっと無理かなとは思いますけど、まあ、ちょっと狙ってはみます。多分無理だと思います。この舞台、あ、ここで当たれば9500vs6500 になる。ここで当たれる人いないかな、誰か。何日で着く ?10日?10日。間に合わないな。無理ですね。ここだと2万3000になっちゃうんだよな。それはきついんですよね。手が空いてる人がいない。いない。いないか。間に合わないね。無理だな。ちょっと籠城してもらうしかないかな。武将入りましたね。AI は移動速度速いからね。しかも月の途中で武将を移動させられるっていう特権を持ってるからね。我々は月の境目でしか武将の移動はできないんですけど、 AI はね、あの軍略中に武将を動かせるという特権を持ってるからね。入れられるよね。どうしようかな。ここ行けますかね。ちょっと一部隊でプレッシャー与えてみましょう。8000か。いや、あくまで陽動だからな。進め。行きましょう。え、なんでわざわざそんなところに集結するの？ちょっとこの自動集結設定ひどいですよね。ちょっと戸沢道森本人で陽動を仕掛けます。進め。集結引っかかったな。そしたらちょっといろんな城からちっちゃい部隊を大量に出して敵を撹乱します。1万6000でしょ。待てよ。あー、でも2万人ぐらい用意できそうだな。もうちょっと待って迎撃するか。丸森城に春政の石川鷹の部隊が攻め寄せてきました。籠城で行きましょう。はい。籠城です。丸森城籠城でしばらく時間稼いでもらいましょう。報告いたします。お命令。兵糧がきついですね。兵糧が厳しい。取引を行いましょう。金がない。マジできついね。マジできつい、戸沢。2万3000バス、2万。あ、いけますね。これちょっと兵糧きついので反撃はできないです。もう迎撃オンリーですね。迎撃オンリー。進め。いきます。石川貴信隊をなんとか退けましょう。カリタロウ関使いたいけどな。使えないですね。
となれば国衆将兵ですかね。この志必ずや果たしてみせよう。いや苦しい苦しいけど、これなんとかすればちょっと楽になると思う。檜山城からもちょっとかく乱で舞台出しましょう。 AI が理解不能なぐらいのめちゃくちゃな攻撃を多方面に展開して、ちょっと処理をかく乱します処理をかく乱する。何を狙ってるのかわけがわからない動きをさせます。いやーやってしまった。自動編成、いやマジで大丈夫か。めちゃくちゃ少ない部隊で、で敵が出てきて帰った瞬間に、出てきた瞬間にも帰ります。でも AI が対処不能なぐらい大量の武将を動かさせます。特攻城の奪還部隊に敵が来ないようにですね、向かってますね。でもいや攻撃でいいかな。強行5300人でしょ、だって相手無理だよね。いいよー。で拡乱します。騎乗出撃と騎乗を何回も繰り返して、我が領内に敵が迫っております。1万人、戦場上限16700。兵糧がきついんだよね、そういうのやられると。ギリギリまで引き寄せて籠城するか。いざ参る。きついな。1万6000バス2万か、かなりきついぞ。国衆将兵でなんとかなるかな国衆将兵でなんとかしよう。あー丸森城って脆いんだね。到着まで持たない可能性が高いな。これ戸沢家移動が遅いからね、持たないかもしれないね。きついね、めちゃくちゃきついですね。これすごいきつい。いや東北広いのにね、移動速度遅いのがしんどいですね。きつい。行軍速度が遅い。報告します。南部は早いんだよね、行軍速度が。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。兵糧がきついな。口惜しきことです。あー持たなかった。丸森城が持ちませんでした。捕らえられました。丸森城が持たない。まだ集結終わらないもんね。これがね最大の弱点なんだよね、戸沢遅い。やってみて分かったけど、砲軍スピードがすごい遅いです。一部隊解散したな。特攻城はなんとか奪い返せそうです。再編成してきたか。すごいよねこれ、再編成間に合うのがすごいよね。普通間に合わないですけどよし、丸森城を奪還できるかどうかやってみましょう。国衆将兵がかかったので兵数は勝ってますね。いやほんと南部はしんどいね、しんどい。この南部家との戦に勝てるかどうかが、もうほんと東北系の家でやった時の全てだと思う。
すべてですよね。南部の大将がすべてですよね。なんかすごいところにのろし置いてきたな、相手。破壊できるかな。まあ移動速度遅いから無理でしょうね。南部の方が早いですから。敵の居所つかみましたぞ。今回はどうやって戦っていこうかな。これほどとは。奈落。奈落か。雨が降ってるからのろしの効果は出てないですね。雨が降ってるうちに、降ってるうちにあののろしを破壊できれば最高ですね。左にちっちゃい部隊がいるな。あれ狙いたいですね。あの左のちっちゃい部隊狙いたいな。主力を左に配置します。主力部隊を左に配置して、でのろしの破壊を狙って、やりたい前、やりたい、よし前、のろしを破壊できました。撤退します。ご命令を。やりたい前へ。いましたね、あれを狙っていきましょう。始めよ。あれに主力を当てます。ご命令を。やりたい前へ。やりたい前へ。奈落。さあこちらのうずめびは作動しませんね。ゲチを。掴んだ勝機、逃しはせぬ。覚悟しろ。あ、作動した。どうしよう。こいつ孤立したな。狙っていく。覚悟願う。今回は全滅狙いでいきますか。全滅狙いでいきましょうかね。おとり調査。敵の居所掴みました。やりたい前。油断したよ。やりたい前。罠は作動しないね。南部はどうやら罠が効かないみたいですね。やりたい。ということは南部軍相手にあんまり罠を置いても意味はないってことか。ゲチ。覚悟は良いか。よし、とりあえず1部隊持っていきましたね。始めよ。これで1部隊片付いたのでだいぶ楽になるでしょう。やりたい前へ。命令してくれ。さあ行こうぜ。やりたい前。まだおとり挑発で引っ張られてんの。伊達オナミめっちゃおとりに乗ります。やりたい前。すごいおとりに乗ってるから。ご命令。始めるぞ。覚悟願う。待てよ。最適だぜ。こいつを左にやって、こいつを右に。よし、いいぞ。だいぶ強撃入ってますね。うずめび作動。時間差で作動って。よし、さあ残るは3部隊いくぞ。他の部隊はもうほぼ戦闘能力がないので無視でいきましょう。我が命に従え。なんとか圧勝できそうだな、これ。やりたい前へ。よし、いいぞ。ご命令を。始めるぞ、ゲチよ。ご命令を。くっ、見誤ったか。ご命令を。うん、圧勝ですね。やりたい前へ。敵の居所、つかみましたぞ。始めよ。よし、やりたい。とりあえずこの城は守りきったか。丸森城は奪還できそうです。
特攻城だよな、一番きついのは特攻城がきついな。あそこ立地的に守りづらいね、孤立してるんだよな、実質的に。実質的に孤立してるんですよね。ご命令ください。ご命令を。覚悟しろ。やりたい。特攻城が守りきれるかどうか、南部にとっては格好の餌食なんだよな。あそこ守備側にこっちにとって非常に不利な地形にあるんですよね。あんまりにも特攻城に執着すると負けてしまうかもしれない。特攻城を捨ててでも南側を固めた方がいいかもしれませんね。突き上げ。やりたい前へ。やりたい前へ。兵糧が持つかっていう問題もあるんですけど、やりたい前へ。一旦引くぞ。引くぞ。油断したな。今は引こう。とりあえずなんとか丸森城は守りきりました。さあどうしようか。ここからやりたい前へ。この後の特攻城戦が辛いんだよな。これが積み重ねた年の功よ。積み重ねた年の功よ。じゃあその年の功とやらをいただくとしよう。もう少し見せてもらおうか。反撃加えましょう。出陣する。飯の平城、兵糧があれば部隊を出すけどね、兵糧がないからちょっと無理かな。よし。おい、こんなもんかい。特攻城なんとか守りきりました。かたじけない。いざ参る。有利に戦えそうなところはないですね。あ、ここだったら有利に戦え。有利でもないな。籠城して、あ、ここだったら有利に戦いますね。ここでいいか。先に行くぞ。ついてこい。山城下で戦いましょう。きつい。めっちゃきつい。しんどい。そうだね。もうちょっと粘ってみるか。ちょっと兵糧がきついから、ここの城を落とせなかった。あ、強行投下でいけますね。ここの城を落とせたら講和結びましょう。3200。往生際が悪い。報告します。おお、南部春政が直々に出てきたぞ。闇取引、あ、借りた牢石もいいな。両方使いたいくらいだね。どっちがいいかな。借りた牢石かな。この志必ずや果たしてみせよ。もうとにかく兵糧がきつい。仰せの通りに。この志必ずや馬術朝礼。よし。次小高城も奪えるかやってみましょう。あ、小高城か。奪えるかやってみて、さあ兵糧持つかな。待つとしようか。南部春政、よし。乱戦の終わり、この目で見たい。強行14日行きましょう。いいよ。飯の平城は無理だと思うけど、どうだ、落ちそう。落ちそうか。できればこっちに敵軍が来る前に落としてほしい。
よし、ナイス。よし、お高じ落ちた。これで、コア結べるかどうかやってみましょう。承知しました。コア、さあどうだ。で、一旦舞台を解散します。さあどうでしょう、講和交渉が先に行くか、それともこの戦いが先に始まるか。志、こんな時に死ぬでない。報告します。リチ、さあどうだ、こうはなるか。特攻城人入れないとな。あ、鬼には下げつさえ来た。これはありがたい。鬼には下げつさえ特攻城に入れよう。この人はだったらしばらくは持つでしょう。よし、さあどうだ、来るか。講和交渉はまだか、兵糧がなくなるぞ。ちょっと待って、兵糧がなくなる、際どい、講和が間に合わない。来た、あーよかった、ギリギリ、よーし、いきました。はい、というわけで第一波なんとかしのぎました。きつかったねー。いや、よかった。でも、なんとか反撃して、結果的には領土を増やしました。よかったです。とりあえず、兵糧がきついですね。兵糧が厳しい。行きましょう。いや、なんとかでもしのいだな。さあ、凶作でございます。兵糧がきつい時に限って。ご命令よ。そしたらなんか金銭事情がだいぶ変わってきてますね。まずは新しく奪った城に武将を入れておきましょう。でちょっと東北は漏水率が非常に高いので、一つの城に2人以上は入れておくことにしましょう。さっきみたいに籠城中に死なれるとたまったもんじゃないですね。やめてくれってなる。かしこまった。でちょっと久野辺正実はあの南側に置くことにします。あの南部の近くに置いといたら裏切りそう。信用できない。南部系の武将はろくなのいないな。南部関係はろくなのがいないね。信用できないやつばっかりだな。計略、かしこまりました。ちょっと南部ダメだな。南部の将は信用できないよ。またここ誰か死んでるし。ちょっと南部系には義というものがないね。義というものがない。このゲームの南部家はね、ほんともうとにかく汚いのよ。汚い。やり方が汚いんだ。まず、開始条件がすごい有利なんだから、せめてもうちょっと義を持ってだな。お前よりも小さい長尾家は、小さいのに、ねえ、義を持って戦ってるよ。なのになんだお主たちは。はい、金銭収入がきついな。ちょっと足軽縮小せざるを得ないかな。承知しました。
もうちょっと田畑を耕してもらいたいね、うちの百姓には。そんな一気なんてしてる余裕があるのなら。はい、承知しました。いやー、きつい戦いでした。めちゃくちゃ大変でしたね。調略仕掛けますか、南部に。あ、でも講和直後だから無理か。というわけで、間違いなく民の穏やかなる暮らしもう南部との全面戦争が始まったと。それが我ら北条の役目よ。もうどちらかが滅びる、どちらかが滅びるまでのもう総力戦ですね。手を貸してやろう。山の内上杉がちょっと弱ったところにハイエナのようなやつらがたかってきてますね。かわいそう。手を貸してやろう。手を貸してやろう。山の内上杉滅んだな、間違いなく。あ、北条と武田がやってくれそうですね。まあ本当はこの山の内上杉の武将欲しかったんですけどね。合計50人ぐらいいるんじゃないでしたっけね。うん、40人か50人ぐらいいるので、本当は滅ぼしてこの武将を手に入れたかったですけど、まあしょうがないね。今南部とやり合ってますから、北条武田とやり合う余裕はないですからね。兵糧的に無理。手を貸してやろう。このゲームの大国すごいあれだよね、戦い方がかっこ悪いよね。自分より弱い国をひたすら刈り取っていくみたいな。当家との同盟を拒否しています。へえ、なんで身長130なのにね。とりあえずこの停戦中の6ヶ月で体制を立て直そう。でもとりあえず序盤の流れとしては承知しました、成功と言えるんじゃないでしょうか。まあ、というか自分で言うのもなんですけど、よくやった方だと思います。よくやった方だと思います。戸沢家とんでもない小国でしたけど、なんとかここまで来ましたね。なんとか南部家と張り合えるぐらいの、ところまでは持ってこれたんじゃないかなと思います。いや、めちゃくちゃしんどいですね、これ。本当に、もう、一か八か感があるというか、ギリギリを攻めないといけないですね。難しい。かしこまりました。これは一歩間違ったらもう滅亡する。ちょっと待てよ、証券進出できてないな。あ、決定しちゃったのか。なんてこと。え、戸沢とは手を切らせてもらう。この人何言ってんの。あなた手を切ってる場合ではないと思うけど。むしろ手を切るよりだったら何かにすがりついてでも生き延びなきゃいけないという状況だよね。戸沢家とは手を切らせてもらうんですって。上杉上杉乗りました。あ、そうですか、さよなら。いや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 、もう当家と手を切ったらもう彼らに生き残る道はないでしょ。私だったら戸沢家への心中を申し入れるくらいだね。さよなら。じゃあね。報告します。さ、北条、うっそ、北条が兵を進めるとかなんかふざけたこと言ってますよ。
相手の大名から敵視されています。なんで私が何をした。これ理不尽だよな。この何もしてないのになんか一方的に敵視されるの、ちょっとやめてほしいんだよね。ちょっとこの状況で北条まで来たらめちゃくちゃしんどいぞ。かしこまりました。兵数的にはやり合えると思うんですけど、問題はね兵糧なんだよな。兵糧がきつい。お、武田か。え、山の内上杉生き残ったの。報告します。ご命令を。とりあえず当分は兵糧ダメしないといけないですね。委任でやってきたから多分全然耕してないんだと思うんだよな。承知しました。ね、もうちょっと、はい、開墾してほしいな。承知しました。はい、承知しました。全然進んでないですもんね。はい。はい。承知しました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 。はい。商業行動回数に、よいしょ。はっ。いやー大変だった。とりあえず南部は落ち着いたな。問題あと北条か。北条がなんか狙ってるとか言ってますね。北条も来るの？しんどいな。手を貸してやろう。北条来たらでもしんどいよな本当に。南部だけだったらなんとかなるんじゃないかって思いましたけど、北条も来るってなるとちょっと話が変わってくるぞ。なんとか北条と和解する道はないだろうか。というか和解というか私何もしてないんだよな。意味がわからないですよね。これ新章110で何にも敵対もしないですし、同盟中もずっと味方として参戦してたのに、なんで一方的に敵視されるんでしょうね。謎なんだよなこれ。その敵対する口実が何もないと思うんですよね。何もないと思うんだ。ちょっとなんで敵対されたのか敵視されたのか全く意味がわからない。山の内上杉生き残りましたね。え、黒川城滅ぼしちゃおうかなって言って、今出兵したら北条が来るからね。で兵糧が厳しいから出兵できないんだ。とりあえず今畑を耕しながら。かしこまりました。証券を確実に広げていきましょうか。うん、こんなところですかね。さあ南部とやり合うには何が必要だ。南部とやり合うには何が必要って、北条との同盟が必要なんだよ。でもどうやったって同盟する気はないみたいだしな。いやー戸沢きついね。戸沢人望ないな。最上の時はがっちりと周り同盟で固められたんだけどな。対外的に不利なんだな。なんでだろう。豊作とかなんじゃないかな多分。
表情をちょっと一回認しないにして、開発カスタムイン撤去許可しないでいこうか。謎だよな本当に。よし、ここまでちょっと委任で超特急できたので、ちょっとここからはかなり慎重に動かないといけないと思うので、自分で判断していきましょう。武将は各城に今4人から5人ずつ入ってますから、あ、結構まあ安心感があるかなと思います。がっちりと固めてますね。ただ各城一つ一つの兵が少ないのと、あと兵糧がやっぱり乏しいのと、金銭収入もね若干優れてないというのが不安なところですかね。ん？畠山家、まあ武田ですね。手を貸してやろう。志、あ、六角が死んだ。果たせぬか。で、次もし南部と戦争になるようなことがあれば、あ、目標はですね、北条が参戦してくる可能性があるので非常に慎重に動きたいと思います。一気に兵を動かすのではなく、一歩ずつ反撃していこうかな。まず飯野平城はしっかりと抑えていきたいなと思ってます。多分北条が狙ってくるのはこの辺だと思いますね。特にこのこれ、太田城ですね。太田城を狙ってくる可能性が非常に高いので、太田城含めてちょっと北条と接する城をガチガチに固めます。で、時間をなるべく稼げるように、もう鉄条文で、あ、でも金銭ないからな、そんな余裕もないか。天守は改装されてるんですね。天守だけでも改装されてればまあいいか。あ、飯野平城はとりあえず抑えましょう。次で、ここですね。もうこの最大の要点は横手、真室、八千、この3つの城を押さえたいですね。これのせいで北部と南部が分断されていて連携が取りづらいです。非常に実質的に北部が孤立しているので、ここにね数万人とかで来られると救援に駆けつけるまでかなり時間がかかるんですよ。だからここを広げてなんとか連絡路を確保したいですね。というのが一応目的になりますかね。次の作戦目標ですね、あの連絡路の拡大を急ぎたいと思います。安藤家の城か。安藤家時代に天守拡張してくれたんだね。かしこまりました。よし、武田との同盟を延長します。で、南部にまだ無理か。あ、南部に調略を仕掛けます。かしこまった。もう一度敵対したのであればもう徹底的にやりましょう。あっさりですねあっさりですね。送り込んで1ヶ月も経たずに氏家義継。ああ、お金がないんだ。そっか、お金ないんですもんね。なるほど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 、お金ないんですよ。ごめんなさい。
私守れない約束はしないから、家宝とか上司は保証がないから。本当だ、57円しかない。報告いたす。ご命令を。北条はやっぱりダメか。北条は完全に我々をもう敵視してますね。攻めてくる気満々だな。これ厄介だな。北条と南部はきついな。同時はきついですね。きつすぎるな。兵とか戦的にはなんとかなるかもしれませんけど、兵糧的にきつい。兵糧的にきつすぎる。あと今回開発とか AI に委任してたので、ちょっと準研所とかもね、全然数が足りてないんだよな。今南部に宣戦布告したら絶対来るよな。間違いなく来ると思うんだよな。山の内上杉潰してしまうか。山の内上杉潰してしまう、そのタイミングででも南部来たらまたそれはそれでめんどくさいですよね。34人武将手に入るんだよな、黒川城と。いいよね、いいですよね。なかなか魅力的なんだよな。結構でもかかると思うよ、兵糧とか。やってみますか。まあ、このまま何もしないのもあれなので、南部に宣戦布告。いや、南部に宣戦布告したら絶対北条が来るんだよ、間違いなく。それだとちょっときついね。山の内上杉行ってみましょう、宣戦布告。まあ、手切れしたんでね、向こうから手切れしてきたので。手を貸してやろう。もう容赦はしない。同情の余地がないですから。あ、でも戦場上限めっちゃ不利じゃんここ6800。そうか、戦場上限6800。あんまり大量の兵を動かすと南部と北条がここぞと言わんばかりに来ると思うから。舞台は控えめでいきましょう。で、兵数は6000人以上は展開できないので、あんまり持っていっても意味がないですから。まあ、必要最低限の兵でいきましょう。こんな感じですかね。この編成で兵糧も極力節約していきましょう。さあ戦になりますね。どうしましょうか。狩太郎関、国衆将兵、ここはちょっと対名は節約していこうかな。使わない方向性でいきます。さあ南部が動くかな。南部はいいよ、別に動いて南部はいいです。ただ問題は北条なんだよな。本当に北条が動くとちょっとだるいんですよね。一気にだるくなるんだよな。なんで敵対されたのかが謎なんだよな。もう戸沢の人望がないとしか言いようがないよね
戸沢の人望がないとしか思えないですよね。私何も悪いことしてないよ、北条に対しては。一回も別に何もなかったはずですけど。軍略の神髄、ありがたい。城から出てきてくれた。これでより早く落とせる。よし、この34人が手に入ったらかなり嬉しいな。かなり嬉しいですね。報告いたします。これより表情を行う。で、表情ちょっとね、委任してきたので、ちょっと今からはちゃんと自分でやっていきましょう。対名がちょっと非常に大事なので、これにて表情を終え。意外と進んでますね。ゲチ、待てよ、慎重に行かないとね。発展はない。じゃあ城かな。城を直していこう。山形城、あ、天守も終わってないんだ。3800、悪くないかな。増設、とりあえず山形城を回収しておきましょう。慎重に動こう。隙を見せたら絶対に宣戦布告してくるから、隙を見せないように。このゲームの AI は兵が少ない城とか武将がゼロの城を置いておくと宣戦布告してくる傾向にあるので、隙を見せなければそんなに宣戦布告はされないです。手に入りそうな城を置いておくと宣戦布告してくるんですよ。よし、これで山の内上杉の武将をすべて手に入れました。真田幸隆とか来たぞ。うわ、これはでかい。武田の武将の一部が混じっている。これはでかいですね。あ、小笠原系の武将も来た。上杉乗ります。いやー、これはありがたいな。 OK、 いい感じです。とりあえずかなり美味しいところを持っていけたんじゃないかなと思います。また時間経たせて戦後処理といきましょう。これは美味しいですね。城一つ落としただけで武将30人はでかいと思います。なんか北条がなんかさっきから何をつぶやいてるんだこれ。なんかさっきからずっとツイッターでつぶやいてくるんですよね。どこで見るんだっけ、これか。これより我ら北条家も黒川将家にて商いをする運びとなりました。え、こいつ同盟結ばないくせにずうずうしく証券は来てんの。もうちょっと待って、戸沢家の周りろくなやついないな。ろくなやついないな。ちょっと織田家の時は六角とか斎藤とか結構義に熱い男たちだったよ。理不尽な宣戦布告はなかったぞ。足利ぐらいかな、理不尽だったの。ちょっと東北周りセコすぎるな。セコすぎる。ちょっと人間関係がギクシャクしすぎている。ちょっと待った、ここひどいな。だいぶでも農業生産力上がってきましたね。兵糧収入が徐々に上がってきてます。次に南部の今の兵糧収入っていくらなんでしょう。8万か。まだまだこっちより上だな。1、10、100、1000万、10万、20万。兵糧の蓄え20万。長期戦になったらこっちが不利ですね。まあ、極力武将は殺さないようにしていきたいな。停戦できなくなったらだるいですよこれ。まあ、少しずつ停戦していきながら直
ちょくちょく削り取っていく方向性、少しずつ国力差をつけていって最終的に弱体化したところを一気に叩くっていう戦い方になると思います。まあ非常に忍耐が必要ですね。これでもう戦う相手は南部か北条しかいなくなりました。でも全戦力を動かすことはできないね。全戦力を動かしたら絶対北条が来るから隙を狙って、なので慎重に少しずつ動いていかないと。武将の数が相当増えましたね。かなり増えた。あ、ちょっと裏切り者が出ないように固めていきましょう。かたじけない。どうしていこうかな。長期戦は避けないといけないですね。兵糧が少ないから極力講和を前提に戦っていかないと。で、武将増えたので各城にちょっと増員したいと思います。本拠から一人ずつ、それぞれの城に一人ずつ増員します。しかしきつかったな。戸沢きつかったな。ね、でもだいぶ、でも正直信長の野望はここまで持ってくるまでが勝負だと思うんですよ。ここまで持ってきてしまえばあとは堅実に一つずつ着実にこなしていけば滅ぶってことはないと思うんですよね。一番だから戸沢家とかそういう小国で始める上でのやばいところ、峠は越えたんじゃないかなと思います。峠は越えたんじゃないかな。え、ここ誰もいないけど。承知した。あ、そうか、黒川城奪ったばっかりですもんね。誰に任せようかな。意外と優秀な人多いんですよね。だいぶ強くなった。この人いいね。家臣を与えよう。そなたに、そなたに家臣を与えよう。4人家臣をつける。で、この北条との国境線、これはねもう大事ですから。かなり戦力を厚くしておきます。あ、真田幸隆はでもちょっと北に欲しかったな。いやー、でも一番このゲームで辛い要素である武将不足っていうのはないんじゃないかな。もうかなり頑張ってきましたからね。
かなり頑張ってきたから、ここまで武将が増えればかなりやりやすいです。いやー、最初のあれきついね。3人はきつい。3人ってきついね。3人っていうことはもう舞台を3人しか出せないってことですからね。戦も不利だし、親善とか外交面でも不利になるし、とにかくやっぱり武将はいるに越したことはないですね。弱くてもいいから、まずは人数が人数が必要なんだよな。武将の数今何人になったかな。戸崎154人、よし。武将数は多分ね、日の本1 日の本1ですね。武将数は日の本1、一番多いです。兵士がでも結構少ない。やっぱり兵糧が少ないからね。兵糧が少ないから兵を増やすことができないんだよね。兵が少ないんだよ。これは急務だよな。1000人ぐらいずつ増やすか。かしこまりました。各城全部1000人増員しましょう。かしこまりました。兵糧生産がさらに厳しくなりますけど、まあ、飯があっても守りきれなきゃ意味ないですからね。かしこまりました。ちょっと農兵を、かしこまりました。各城すべて1000人ずつ増員します。かしこまりました。金銭収入が厳しいので、足軽は極力雇わない方向性でいきましょう。農兵メインでやっていきます。まあ、南部を多分滅亡させれば足軽雇うだけの余裕は出てくるかなと思いますね。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。お。お。うん。急遽お歩兵しました。回収不振はオッケーだし、よし。よし、かなり防御は固まったと思います。お、裏切り者が出たそうです。どれ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 、話してみようか。夜分遅くに失礼します。確かに夜分遅いね。あ、またお金ないよ。ちょっと、ごめん、お金がない。長尾、長尾春影死んだぞ。我が野望ここでついえるとは。長尾家当主である長尾春影が死亡しました。長尾影虎が長尾春影の後を継ぎ、新たに大名となりました。来ました、長尾影虎が。あれ、今回長尾影虎と春影のあれだね、家督相続イベントなかったですね。あ、これ来た。善徳寺の改名、三国同盟締結ですね。大元節祭出た。大元節祭。もう、このゲームある題名のせいで大元節祭がもう完全にネタになってると思うんだよな。なんかもう笑えるんだよね、節祭見ると。大元節祭。さて、なぜにございますか。ついつい笑ってしまうんだよな。この今川義元と大元節祭のコンビ見るともう面白さしか感じないんですよね。もう何もかも大名のせいだよ。大名のせい。いや、前回の最上家編では大元節祭のね、節祭の教えにだいぶやられたからね。そういえば、あっとっとっと、日本全土の状況は今どうなってるんでしょう。ちょっとこの辺で見直してみましょうか。
ご命令を。まあというか今日はこの辺にしておいてもいいかもね。はい、日本全国の状況を見直してみましょう。現在1553年6月ですね、まで来ました。あー、どうだろう、史実だとあれかな、厳島の戦いとかがそれこそ始まるぐらいですかね。1552年だっけ、あれ忘れましたけど、日の本は現在このようになっております。やっぱりね、南部家がねもうおかしいよね。大きくなり方が、まあプレイヤーが操作してから戸沢家もちょっとおかしいと思いますけど、もうちょっとやっぱり東北の南部の伸び方っていうのがちょっとスピードが異常だと思いますね。これ私がいなかったら多分ね今東北全部南部だと思います。で北条は相変わらず伸びてますけど、まあ佐竹家の領土を私が抑えたので、関東の意外とね、あの前回の最上義盛編に比べるとまあ抑え込めたかなという感じですね。まあでも関東は相変わらず北条です。一部分私が取ってますね。武田は伸びてますね。まあ、能登半島まで、ちょっと待って、武田がすごいな、今回。武田がちょっと前回の最上家編ではなかった成長度を見せてます。今回は武田が壁になりそうですね、上洛する上では。まあ、武田との同盟関係をがっちりと守っていきたいところですね。でも武田とは結局いつか戦わなきゃいけないですから。武田家の弱点は武田信玄の寿命が短いことですね。長尾家は吸収していきたいですね。なんとか頑張って。今川が、あ、織田家が滅亡してますね。織田がどうやらあっさり滅亡したようです。桶狭間は起きなかったみたいですね。あっさりと滅亡してます。今川家が見事に上洛してますね。上洛を目指して、次は斎藤家だと言わんばかりの。まあ今川は今回も伸びるでしょうね。三国同盟締結もありますし、感染切磋の教えがありますから、まあ伸びてくるでしょう。斎藤家は時間の問題という感じがしますね。これはどこだ、本願寺家か。本願寺家はまあ無理でしょう、持たないと思います。本願寺家は序盤織田家に一向一揆で嫌がらせをするだけの存在ですから、すぐ滅亡するでしょうね。あとは朝倉家ですね。朝倉家でも1553年まで健在というのも珍しいですね。今回結構でも珍しいと思います。難易度ちゃんと上がってるよね。難易度超級でこれだけ各家がまだ残ってるというのは意外と珍しいと思いますね。で足利家が今回は意外と伸びてないというか、まあ、もはや滅亡寸前という感じがしますね。細川家にやられそうになってますね。まあ、足利がでかくなると合掌のご内緒っていうめちゃくちゃめんどくさい対面が来るので、まあ、足利が早々に滅んでもらえると非常にありがたいですね。あと旗の家とかね、こんなんもうお酒編とかでは見たことさえなかったよ、家紋を。細川は途中までいたかな。鈴木家も相変わらず辛そうですね。いや、鈴木家もちょっとやってみたいんだよな。難しそうなんですよね。山名家はまあ中盤ぐらいまでは残りますよね。でも大体毛利に吸収されて終わるんですけど、今回毛利家やばいな。毛利滅亡しそうですね。これ雨子と大内に挟まれて毛利が滅亡しそうです。今回ちょっと大内家すごいですね。大内家がやばいな、すごいですね。織田家編と最上家編では大内は序盤伸びるんですけど、なんか途中から包囲網をどこかの国から大名使われてだんだん落ちていくんですよ。今回はでも包囲網が発生してないみたいですね。大友家も伸びてるかな。龍造寺家は消滅したみたいですね。阿蘇家とかも大体島津に潰される運命ですからね。島津がまだ伸びてないですね。でもね、島津は絶対伸びてきますから。絶対伸びてくる。織田家編でも最上家編でも
最初あそんなに伸びてないなって思っても最終的にはねだいたいここまで来ますね。ここまで島津になる。だいたい四国から中国地方は全部島津になる。で島津は絶対伸びてくる。大友家の運命は多分島津が来るまでだと思います。あ大内家かという状況ですね。やっぱり東北だけちょっとね進み具合が異常だと思うんですよね。やっぱり南部のせいなんだよな。これ南部のせい、南部がもうねとにかく理不尽すぎる。何の口実も何の躊躇もなくあらゆる家に宣戦布告しまくって序盤から拡大しますからね。ちょっと明らかにほら全体的にパッと見てこの辺はまだああ戦国してるなって感じしますけど、ここもう天下統一してますからね。東北はもうねほとんど太平の世が江戸幕府が始まってると思いますこれ。っていうぐらいちょっと進み具合がおかしいですよね。東北はしんどいね正直。南部がいるからそのものすごい超特急でプレイしないといけないんですよね。じゃないともう南部家にね全部飲み込まれてしまうんですよ。今回の戸沢もめっちゃ頑張りましたよね。スピーディーに1553年時点で戸沢はここまで大きくするのは結構ねしんどいですね、しんどいですけどやらざるを得ないんですよね南部のせいで。ここまででもやらないと滅亡させられますから、ちょっと非現実的なスピードで東北が統一されてるような気がします。もうちょっとゆっくりやりたいね正直、もうちょっとゆっくりやりたい。なんだろう、南部家に限らないかもしれないけど宣戦布告のハードルが低すぎると思うんだよね宣戦布告のハードルが低すぎる。南部なんとかしてほしいよな。これなんでこんなに強いの南部。強いというかこいつらはね理不尽なんだよな。理不尽、その何の理由もなく戦争を仕掛けてくるんだよね。身に覚えのない恨みを買うんだよな。もうそれがね謎すぎる。今回戸沢でプレイしましたけど周りにいっぱいいたじゃないですか。なんだっけ、ここら辺になんかいたよな。忘れちゃったよ。もう佐竹とかいたでしょ、小野寺、大宝寺、まあ、大宝寺滅ぼしたのは私ですけど、大宝寺、あと安藤、北海道も誰かいたじゃないですか。それがもう1553年でほぼ統一されてますからね。南部家のなすがままだよな。なすがままだよね。今回の戸沢系は結構運が良かったよ。序盤南部が同盟って親善を送ってきたからね、運が良かったところがある。南部と敵対したらもう勝ち目がない。という感じでしょうか。まあ今日はこの辺にしておきましょうかね。非常に面白かったです戸沢家も。ただしんどいな、すごい難易度高いと思います。これ難しい。ちょっとでも判断をしくじったらこれ間違いなく一瞬で滅ぶと思いますね。特にもう兵糧管理がシビアすぎる。戸沢家は兵糧管理がシビアで、南部家と近いのもしんどい。もがみと違って南部との国境が近いというのがもう絶望的ですね。めちゃくちゃしんどいです。ものすごいスピーディーに両国を拡大していかないといけないです。ゆっくりプレイしたい人には向かないですね。もうゆっくりしてたら間違いなく滅びます。滅びていく。すごくスピードが求められます。弱い。そして武将がとてつもなく弱い。城が小さい。国力が超弱い。で武将が弱いだけじゃなくてもう少ないんですよね。
という状況でやっていかなきゃいけない。で、隣に南部家がいるという、とてつもない難易度ですね。とてつもない難易度。序盤の安藤家戦でさえもめっちゃしんどい。ギリギリですね。ギリギリ。正直もう兵糧収入の限界を超えた歩兵をしながら、なんとかその軍を維持しなきゃいけないっていう難しさがあります。でも闇取引と商人の取引、あと借りた狼藉とかね、もう兵糧系の対名がものすごく大事になってくるかなと思います。兵糧系の対名を費やさないように方策を節約する必要があるかもしれませんね。非常に難しい。兵糧節約系の対名を使いながら、うまく使いながら、低い戦闘力の部隊でなんとか戦に勝利して城を落とさなきゃいけない。それに一回でも失敗すると兵糧切れになるめっちゃシビアです。これ一発でやるのはかなり難しいね。今回半分奇跡的なものがあったと思います。かなり難しかったです。というわけでまたお会いしましょう。まあ、戸沢家編も一応天下統一まではやっていこうかなと思います。南部滅ぼせばでももう天下統一したも同然だと思います。とりあえず今厄介なのはこの南部と北条の包囲網を食らってるっていうところですね。この状況をなんとか打開して、東北を統一したいと思います。で関東もできればね、潰したいですね。またお会いしましょう。ゴーストでした。いやー難しかった。とさは